お疲れ様です。バーファイブ YouTube 視点バーテンダーのナオトです。今日のおすすめはこの子、1980年代バーボンウイスキー JTS ブラウン10年、簡単にご紹介したいと思います。この子は10年という長熟なのですが、旨味はしっかりとあるのですが、非常に飲みやすくさらっとしています。どちらかというと万人受け大衆バーボンウイスキーといったところでしょうか。ロックやソーダ割りにしてしまうとこの子の良さ全く分からなくなってしまうので、この子はぜひそれぞれ味わっていただけたらと思います。80年代の JTS ブラウンはヘブンヒル蒸留所で作られていますが、 JTS ブラウンというブランド自体は1850年代から存在し、ローレンスバーグで作られていました。オースティン・ニコラスがリピー蒸留所を買収し、ワイルドターキー蒸留所として活動させる前は JTS ブラウンとして蒸留所として稼働していたからです。JTS ブラウンはあの超有名なビリヤードの映画ハスラーにも登場したバーボンウイスキーとしても有名です。しかし残念ながらオーダーと袋に入って出てきたために JTS ブラウン自体のラベルは見かけることはできません。この JTS ブラウンに出てきている非常に分かりやすい肖像画、これがどなたかといいますと、一番おじいちゃんジョン・トンプソン・ストリート・ジュニアさんです。そしてさらにその息子のクリールさん、さらにその息子のクリール・ジュニアさんとなっています。この子の熟成年数は10年、度数は86クルーフ43度。僕のイメージの中では気軽に楽しめて気負わずに飲めるバーボンのオールドボトル、それでいて美味しいといったイメージなのですが、ヘブンヒル蒸留所が火災に遭う前の原酒を使っているため、この子もどんどん価格が高騰してしまうんだろうなと思っています。気軽に楽しめるうちに出会いましたらぜひご賞味ください。いかがでございましょう。簡単でございましたが JTS クラウン10年、お分かりいただけましたでしょうか。最後に僕は2年間で YouTube にウイスキーの記事を作ります。応援くださる方はぜひ高評価、そしてチャンネル登録どうぞよろしくお願いいたします。それではまもなく本編をオープンいたしますので、今日はここまで。また見てね。